潜入するバルキリーを援護せよ。キアラ、急いで。はいはい、簡単に言ってくれるよね。することはできないの？館長、何考えてるの？もう少しキアナちゃんとおしゃべりしたら？キアナちゃん
ちゃんの頭の斜め上にあるポップをタップするとおしゃべりができるよ。破られたシールドは一定時間経つと回復するの。だからシールドが回復する前に急いで攻撃しよう。ショータイムの始まりだ。まあ勝利して当然だよね。何？不満なの？これで大体片付いたわね。メイ先輩、メイ先輩がいてくれれば百人力だわ。百人力って、私は超人なんかじゃないのよ。いいえ、メイ先輩さえいてくれれば100倍のパワーを手に入れたも同然よ。ほんと、そんなこと言うのキアナちゃんだけよ。館長、結構な数の任務を、クエスト任務をいっぱいクリアしたら、ここで報酬を獲得しよう。刀には一番いい素材を使ってよね。ウェポンアップグレード。進化した武器はさらなる、これでオッケーだね。館長、気をつけてね。これ以上は、て任せ。キャラと敵にはそれぞれタイプがあるの。機械は生物に有利。今いる敵は異能タイプだから、生物タイプの弾薬と砲がおすすめだよ。せっ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 、女の子にこせっせっせっ。今いる敵は生物タイプだから、機械タイプの領域と白練りがおすすめだよ。こんな小銭か、何このボロボロなやつは。ふっはっはっはっ。
の輪に入って対話ボタンをタップすると館長、起きて元気出してください。お待たせ、一緒に帰りましょう。領域層白練りの分岐攻撃について教えてあげるね。よし、艦長、さらに雷脈層飛行の分岐攻撃についても教えてあげるね。目標発見、逃走した帝王型崩壊獣。でも、もうちょっとメイちゃんとお話ししてもいいよ。目標発見、逃走した帝王型崩壊獣。でも、艦長、頑張ってね。してるの？艦長。はっ！はっ！らせる。あぶはっ！はっ！ふっ！ふっ！はっ！ふっ！ふっ！はっ！ふっ！はっ！ふっ！はっ！絶対メイク！ふっ！はっ！ピアナのターン！ふっ！はっ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 ！寝るなよ！はっ！ふっ！フッパーハッフ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 ッHit!
わけには。キアナちゃんだけでも。第三律者の活動反応を検出、制限プログラム起動。地獄に落ちるがいい。帰りましょう。メイ姉様、キアナ、ブローニャ、もっと急がなくては。解読完了。ブローニャちゃん、よかった、あなたも無事だったのね。メイ姉様。